電話派ですか？メール派ですか？私は電話派ですね。おー。も電話派です。ね。おー。うん、若月はメール派です。返信とかさ、うん、ちょっとめんどくさいなとかないの？逆にさ、電話ってさ、うん、なんか、行動ってか作業に、うんうん、こう片方が埋まっちゃうから手が。あ、片手が。そう、片手が。それで、例えばもうずっと話すことになったらさ、うん、何もできなくなっちゃうからさ、うん、だったらメールで、なんかこう返して、置いといて、なんかして、来たらまた返してっていう方が。あー、なるほど。っていう感じ？なんで二人電話話すの？豆じゃないからかな。あー。簡単に。あー。わかる、ミサは豆じゃないの、意外と。意外と豆じゃないんだよ。やっぱ電話の方が早いじゃん。そう、早い。まあ、確かに確かに。要件だけピピッとパパッと言って、ピッて。うん、もう電話ってさ、緊張しない？私、電話で予約とかできない人なの。え、嘘。え、なんで？だってさ、うん、あ、美容室とか？そう、できないの。本当にできない。え、意外だね、おこつき。だから、ウェブで、あの、予約とか。ウェブで、こっちウェブ予約。そっちがめんどくさい。逆に。みそね、飛行機の予約とかも電話で取るの。なんか、電話の方が、絶対安心しないのか。あ、確かにね。自分の口で言った方が。なるほど。もう緊張して、もうその、かかって出るまでに緊張して切っちゃうもん。うんどんだけなどんだけなんか、で、出られて、なんか、どう、なんて言ったらいいんだろうって思っちゃう。え、そんなんやっけ若月って。あのね、人に直接物を聞くことはできるの。うん。通ってる人とかに、すいません、あの、ここに行きたくて、とかっていうのはできるんだけど、うん、電話だけが無理なんだよね。ハードル上がっちゃうのかな。ちょっと緊張しちゃうの。そう、なんか相手の顔が見えないと、向こうにどう、うんこう、思われてるのかもわかんないから。え？かわいい。かわいい。なになに？ちょっとかわいい。それだけはね、できない。ちょっと乙女チックじゃんか。なんか羨ましいね。いや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 。